1976年インスブルックオリンピックは、1976年2月4日から2月15日まで、オーストリアのインスブルックで行われた、冬季オリンピックである。大会マスコットは、雪だるまが、モチーフのスノーマン。1974年第75回 IOC 総会で、オリンピック検証から、アマチュア条項を削除してから、初めての冬季オリンピックであった。当初、 1976年冬季大会は1970年に開催された第69回 IOC 総会でデンバーでの開催が決定していたが環境破壊等の問題で住民の反対運動のため1972年10月に実施された住民投票で大会開催が返上され1973年2月にインスブルックに開催が決定した経緯があるそのため 前回の札幌大会の閉会式で行われた板垣武史札幌市長からウィリアム・マクニコル・デンバー市長への大会期引き継ぎをこの回の開会式で板垣市長からアロイ・スラガー・インスブルック市長へ改めて行った。インスブルックでの開催は1964年以来2回目の開催で大会のロゴは1964年大会とほぼ同じだが五輪マークが プロ一式になっており、文字のフォントも変更されている。オリンピック物語第5部アマトプロ4読売新聞マイナ -2004 年1月24日付、ハットコンプラメンツフロムザインターナショナルオリンピックコミュニティーボートヒストリーウェブページ1976年デンバーオリンピックに関するカテゴリーありがとうございます。